今日 Star Talk 呢一位咧嚟自日本嘅嘉宾咧，大家一见到佢，尤其系女孩子啊，一定会讲部长部长。不过咧，佢唔系酒楼部长，系男神部长，系荧之光嗰位部长啊。不过今次就唔系以部长身份嚟，而系以歌手身份嚟嘅。我哋欢迎藤木直人。大家好，我是藤木直人。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。今回は香港のコンサートということで、香港でコンサートを行うきっかけは何でしょうか？きっかけですか。今年の夏に上海を舞台にした舞台に出てたんですけど、その前に春に上海に役作りってわけじゃないけど行って、その時にうちの事務所の社長とかがいて。アジアツアーやろうよって盛り上がったっていうことですかね。日本のコンサートでは12カ所15公演ということですけど、はい、特に印象に残っていることは？全国いろいろ行く中に、うん、僕釣りが好きなんですけど、はい、その釣りの YouTube をよく見てて、はい、初めてその YouTube デビューをした。その九州の方でやってるユーチューバーさんがいて、はい、せっかく俺ライブで行くから一緒に釣りがしたいですって言って一緒に釣りをして一方的にアプローチ、一方的に見てて、ファンだったから一緒に釣りをさせてくださいって言って、いい経験でしたか？楽しかったですよ。コンサート以外に香港でやりたいこととかはありますか？今回ですか？はい、今回はね、なかなか時間がないです。そうなんですよね。さっき空港着いたばっかりだし、明日はライブで、もう明後日にはもう、飛行機乗っちゃうんで、中華も今食べてないですね。水一滴飲んでません。ここが初めての。香港の水です。美味しい。ハウチー。香港。10年ごとに、今回が3回目なんだけど、考えてみたら10年ごとなんですよ。初めて来たのが1997年で、その次が2007年。それは映画の花より団子っていう映画で、10年に1回香港に行く。まだ連続ドラマも出る前だったから、そのウォン・カーワイの映画が好き で、でそのね、ここでロケしたんだっつって、そういうの回ったりとかしてたから、いや20年経ってね、また同じところ回れたら楽しいなって思うんですけどね。あともうその100万ドルやけ後ろに、あるのに今は見ることできないですね。だって見たって夜景じゃないじゃん。夜景じゃない。そろそろですね。もう少し、はい、じゃあ続きまして、ゲームコーナーに入りたいと思います。はい、内木さんにもっと香港のことを知ってほしいので、面白い広東語を集めてみました。この単語の意味を、当ててみてください。これだから日本語と違うからクイズになってると思う。そうですよね。これ出世でしょ？出世じゃないでしょ、はい、絶対出世じゃないです。はい、ヒントだし、生まれるか死ぬかどっちかじゃない？どっちだ、これ死ぬんだ。あ、生まれんの？正解は口です。だってほら、はい、この世の中を出ていくからあっちの世界に行くのかなと思って、はい、あ、でもそういうことか。確かにそうですね。はい、日本だと出産とかね。出産でも出生とか。だから正解は赤ちゃんの誕生ということです。決して死ぬことじゃないです。じゃあ次はこれです。何これ？これです。これあれじゃないの、カラオケボックスみたいなこと。カラオケで、よく歌う歌。カラオケでよく歌う歌、歌のタイトルってこと？いいえ、違います。人がみんな、それリンダリンダ。知らないよね。はい、知らないです。ブルーハーツのリンダリンダ。なんですか？知らないです。日本人のある年代以上の人はそれを歌うと盛り上がる。あ、いや。でも近い。え、カラオケで歌う歌？うん、お箱みたいなこと？あ、正解です。これでも知ってる。お箱はいろんなジャンルで使うけど、これは歌だけ？じゃない、はい。これは歌だけ。あ、じゃあお箱の歌ってことね。はい、そうです。ああ、そういうことか。正解。はい、じゃあ。次行きましょう。もう絶対わかんないよこれ。だってもう老婆としか読めないもんこれ。おばあちゃまじゃないの？そう、おばあちゃま。
どういうことだろう。だいぶ違うんだろうね。ニュアンスが。うん、ください。女の人です。老婆。はい。おばあちゃん。藤木さんは今、持ってる、いや持ってるじゃないけど、いらっしゃるこの方が。ああ。いらっしゃいます。ファンとかってことですか。いいえ、違います。その。こういう仕事、あ、メイクさんじゃない。違います。え、ちょっと俺の仕事が関係あるの。いいえ、違います。多分、あ、なんだ、奥さんとかってことですか。はい正解です。これでも奥さん絶対怒るよね教わったよって、はい、老婆だってって言ったらちなみに、これが広東語で老婆って呼ぶ。老婆、老婆、老婆、老婆じゃなくて老婆。4番目、油？はい、耳から出る油何？耳から出る油、そういう意味ですね。近いです。近いです。耳から油が出る近いです。ヒントを出しましょうか、はい、例えば明日藤木さんのライブで、みんながこういう冗談になる。きっと耳から出る。じっと聞くみたいなこと？あ、違います。耳を塞ぐべきです。答えこっちです。いいえ。全然わかんない。全然わかんない。正解はこっちです。美しい歌声に酔う。中国の人はいい音楽を聞くと耳から油が出るんだね。はい。例えの話ですね、はい。実際耳から油を。じゃあその素晴らしい景色とか、なんか絵画とかそういうのを見たときは目から油が出ない目から油が出たりはしない。しない、しない、しない、絶対しない。美味しいもの食べたときに口から油も出ない出ない、出ない、はい。音楽だけ使うのね。音楽だけ、はい。だから明日、藤木さんのライフを聞いてみんなが油が出すように頑張ります、はい、頑張ってください。はい、以上、これは香港、藤木さん香港で初めてのクイズコーナーでした。はい、カラオケ行くなら自分の曲を歌う、歌わない。じゃあさっきのこれですね、お箱、うん、お箱、はい。これは難しいな。正解はどっちですか。歌っていうか、カラオケにそもそももう行かなくなっちゃって。昔はよく行ってましたよ。で、好きなアーティストの曲とかいっぱい歌ってたし、だからでも必ず、カラオケで自分の歌うことはありますよね。歌わない。今はだから久しぶりに行くと、あ、練習しとかなきゃとか思って、はい、歌うことはあったりとかしますけど、あとはほら、ドラマとかそういう作品の打ち上げの、こう二次会とかって、大体カラオケとかだったりとかして、知らない間に自分の曲が入れられてて、歌ってくださいみたいになって、じゃあどうする。ずっと歌ってないと自分の曲も忘れて歌えない歌詞までも忘れてて、最初に言っといてくれたら練習してたのだから、カラオケ自体行かない、あんまり行かないかな、今は、じゃあお箱も持ってないですね、藤木さん。お箱、はい、ああ、でも他のアーティストで好きな曲、必ず歌う曲っていうのはありますけどね。なるほど。でも自分の曲じゃないって。ミスター・チルドレンさんとか。来世生まれ変わるなら、考えずに、考えずにじゃない、即答ですね、はい、女性として生きるのが想像つかないっていうか、女性は女性でね、ファッションとかなんとかとかいろいろ楽しいこといっぱいあるのかなでも俺はやっぱ男に生まれたいな、どっち。知らないですよね、これ難しい質問ですね、これ。一回見るとこれ本当に難しいですね。やっぱり男
で、まあ、たまには、まあ、1年あの1週間ぐらい女になってもいいんじゃないですか。そういうたまにとかそういうことなの。これはもうどちらも、うん、どちらも、そのね、過去のことっていろんなお話になってるじゃないですか、うん、でも実際どうだったんだろうって、うん、興味あるし、はい、うん、もちろんね、うん、未来、うん、ここからテクノロジーがどんな風に進んでいくのかっていうのが見てみたいし、うん、どっちも。じゃあもし過去なら、まあ、何年前に戻りたいですか。何年前、あ、やっぱり日本のね、その戦国時代っていうか、まあ自分の人生のことじゃない、例えば、あ、自分の話これ、まあ一応自分の話、自分のことなんだ、はい、なるほどね、ああ、まあ別に自分のことじゃなくてもいいけど、これでも、あ、そうか、過去に行ったらさ、大儲けできるかもしれないよね、この株買っとけよとかさ、この馬券が当たるよとかさ、うん、ね、じゃあ過去にしようかな、うん、じゃあここで、あの、まあ、最後に皆さん一言お願いいたします。はい、久しぶりね、香港に来ることができて本当に嬉しく思ってます。しかも初めてね、香港でライブができるっていうことなんで、まあ来てくれる人がね、どんな受け止め方をするのかっていう不安もありますけど、でも自分は高校2年生17歳の時にギターと出会って、うん、それからずっとギターが好きなんで、明日は悔いなくギターを弾きまくるつもりなんで、うん、まあ次に香港来るのが10年後にならないように、はい、ちょっとならないでください。頑張ります、はい、うん、じゃあ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。シェイシェイ、はい、また香港に来てください。はい、10年後じゃない、じゃなくてね、じゃなくて、もうちょっと短く、はい、お願いします。